東花輪駅は山梨県中央市東花輪にある東海旅客鉄道見延線の駅である。中央市東花輪にあり緑の窓口がある友人駅。駅前には中央市が管理する無料の立体駐車、駐輪場、バイク駐輪場、高齢者専用駐輪場、2階は自転車駐輪場、多目的公衆トイレがある。中央市の代表駅で特急、 富士川を含むすべての列車が停車する。とか、スイカ、パスモなど交通系、IC カードはエリア外のため使えない。切符販売機のみ、オレンジカードの使用が可能。東花輪駅は山梨県内の JR 東海の駅で利用者が一番多い駅である。現在でこそ、市の中心駅として特急が全停車しているが、準急時代はもちろんその前進となる。 快速時代は全列車が通過していた。優等列車が停車するようになったのは1973年頃であり、それも朝の上りと夜の下りか、それぞれ一本ずつであった。その後周辺の発展により、停車駅は増やされ、全列車停車になったのは民営化前になってからである。地上駅。かつては、貨物列車の発着があったため側線が10本ほどあり、 広い構内に島式ホーム一面二線が置かれる。線路は南北方向に通り、西側から駅舎、一番線、二番線の順に並んでいる。側線は臨時列車運行時などに列車を一時的に留置することがある。ホームの海上の方の端に階段とスロープが設けられ、これを降りると駅舎へつながる構内踏切がある。ここには警報および遮断器がついている。 改札、駅舎は西側にあり、東側には改札、駅舎がない。西側にある駅舎から駅の東側に行くには、海上の駅方面にある宮本踏切を渡っていくか小井川駅方面にある東花輪踏切を渡っていく必要がある。どちらのルートとも5分程度かかる。駅舎は開業当初からのもので、赤い屋根の木造1階建ての建築である。内部には、 駅事務室と待合所があり待合所には自動券売機が1台設置されているが自動改札の設置はない。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場では駅員がマルスタンマスを使って特急券などを発券できクレジットカードも使える。早朝、夜間、駅員の休憩時間は無人となる。 南甲府駅が当駅を管理している。なお、早朝、夜間の無人の時間帯でワンマン列車に乗車する際は無人駅と同じくワンマン乗車位置からしか乗車できない。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。山梨県東計年間より駅自体は東花輪地区であるが駅舎前のロータリーより西は伏せ地区となっている。また駅前ロータリーには 東海交通事業の自動飲料販売機や郵便ポスト NTT の公衆電話が設置されている。駅周辺には住宅が存在する。中央市役所たとみ庁舎は当駅から北西に向かい1トルほどの距離である。駅前には中央市、コミュニティバス、南アルプス市、コミュニティバスしか入ってこない。路線バスは少し離れた花は及び、 タ見学校バス停留所に発着する。平成20年に中央市が東海旅客鉄道と協議し、駅周辺整備を行う事業を実施。平成25年3月末に整備事業が完了した。中央市が管理する無料の立体駐車、駐輪場、バイク駐輪場、高齢者専用駐輪場、2階は自転車駐輪場、中央市、コミュニティバスのリバや タクシー乗り場、多目的公衆トイレ、車道整備などを整備した。歩道も整備され、徒歩での駅への出入りがしやすくなった。特急、藤川の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。